はい、どうもこんにちは、伊藤正人です。今回はですね、ちょっと突然なんですけど、3週間前から始めた趣味のビリヤードの動画になります。はい、まずブレイクショット、まず2番が入って、それから今このオレンジの5番も入りましたね。で、僕ビリヤードって本当に全然やったことなくて、さっき言ったように3週間前から始めたばっかりなんで、まあ、かなり下手なんですけど、で今回の動画も実はこうやってアップする予定じゃなくて、はい、1番入りましたね。まあ、自分の練習のために、フォームのチェックのためにですね、撮ってただけなんで、こうブレイクの時に気づいた方もいるかもしれないですけど、もう普通に寝癖とかついたままでやってます。わざわざ巻き戻してみたりしなくていいですけど。で今、赤い3番を狙ってます。入りましたが、危うく白い手玉がポケット入っちゃうところでしたね。で次4番なんですけど、これが4番、紫色の4番ですね。その4番の手前の黒い8番がちょっとかぶっちゃってて、4番に当ててもこれどう考えても入らないんですよ。なのでとりあえず強く打ってみたら何か起きるかなと思ったら、こう運よく8番が向こうのポケットに入りましたね。まあ、完全にラッキーです。全然狙ってなかったんですけど。で、仕切り直して、4番を、まあ、狙うんですけど、これもまた同じように茶色い7番がかぶっちゃってて全然当たらないんですよね。これは大失敗でした。しょうがないんで、まあ、ちょっと打ちやすいとこから、4番を狙ってみることにします。まあ、はい、これは確実に入れて、まあ、ちょっと引きで入れましたね。引き玉で。で次が緑の6番ですね。無駄に強く打ちましたね。ていうかまだ強弱のコントロールも全然できなくて、とりあえず強く打つって感じでやってます。的球を入れた後に手球をどこに転がすかっていうのをコントロールすることまだ技術ないんで、でここは茶色の7番狙ってるんですけど、ちょっと壁が近すぎて打ちづらいですね。狙いよりちょっと厚く入っちゃいましたね。まあ、さっき言ったようにちょっと強めに打ったんで、まあ、流れてポケットの近くにまでは行ったんですけど、まあ、入りませんでしたね。ただ次は簡単に入れられると思います。これは、ここは確実に決めて、ただこの後が問題なんですよね。9番がこのチョークッションのところでもうぺったりくっついちゃってる状態なんで、なんかひねりとか加えて打てればなんか可能性あるのかもしれないんですけど、今の3週間の僕の技術だとまあこれ無理です。はい、まあこんなもんですね。どうしようもないです。でこの9番ですね、かするぐらいの薄さで9番の右側に当てたら、もしかしたら手前のポケットにと思って打ったら、なんか狙いとは違うんですけど入っちゃいましたね。でそれもそれでなんかちょっと悔しいんで、最後意味なく、この手玉を入れて終了です。まあ、こんな感じで、とりあえずはまあ、っすぐちゃんとつけるように、まあ、練習していきたいなと。で、押し玉とか引き玉っていうのはちょっと、ある程度練習してるし始めてるんですけど、ひねりとかはまだ全然やってないですね。なので、的玉を入れた後に、手玉をどこに転がすかっていう、そういうコントロールなんかはまだちょっと全然、狙える状態じゃないんですけど、まあ、そういうのはおいおい、まあ、もうちょっとまっすぐがしっかりつけるようになってから練習していこうかなと思ってます。でもしかしたら、今回間違って普通にビリヤードファンの方が、この動画見に来ちゃってるかもしれないんですけど、僕今アメリカのボストンという町に住んでまして、このビリヤード台も別に自分で買ったわけじゃなくて、もともとこの物件の大家さんがビリヤード台持ってて、まあ、そこに何年か前に入居して、今外出自粛期間中ということで、まあ、せっかくなんで新たな趣味をということで始めてみました。まあ、ビリヤードはこんなもんなんですけど、本職はミュージシャンで、他の
音楽の動画、ギターの動画ですね、もうたくさん上げてあるんで、よかったらそっちも見てみてください。それではどうもご視聴ありがとうございました。